お疲れ様です。長倉です。今日はですね、監視社会を生き残るためみたいな話をしていきたいなと思います。これどういう話かというとですね、まあよく、まあ俺はですね、人生をコンテンツ化しようなんていう話を、最近よくしてるわけですけども、そうなるとですね、はっきり言っても個人情報がどうのこうのとか、自己開示をしていかざるを得ない部分ってあるんですね。なので、その監視社会をなんかすごく嫌がる人っているじゃないですか。例えばマイナンバーカードを作らないとかね、なんかそういう人たちいるじゃないですか。でもなんか俺そういう人たちの話を聞いててすげえおかしいなと思うのは、そのもちろんね、そのまあ人権問題とかってのあると思いますよ。その国がどこまで監視するのかみたいなところで言うとね、それはもう監視されたくないっていうのは人間の気持ちとはわからないではないし、ある意味まあジョージ・オーエルの、1984年のようなディストピア世界、みたいなディストピアみたいなね、まあそういう小説、ディストピア小説みたいな、世界っていうのはなんか非常に、ね、人間らしくないという部分はあるかもしれない。あるかもしれないけどもね、そういう監視社会になっちゃってることは確かなんでね。この監視社会になってなっちゃってしまってることは確かなので、まあ、そう考えるとですね、まあ非常にまあ俺の中では、じゃあその中でどうやって生きるのってことなんだけど、まあ俺は逆に言えばね、なんかその監視社会を嫌がってるくせに SNS やってる人いるわけです。もし本当に監視社会を嫌がるんであれば、そもそも SNS なんかやっちゃいけないし、まあスマホを持っちゃダメだよね。だってスマホによって俺たちはほとんどあらゆるものが監視されてるわけだし、クレジットカード使ったりとか、PayPay とか。スイカとか使ってればですね、まあ、常にどこにいるのかもわかるし、で世の中に、やっぱり街中にね監視カメラが大量についてるというこの時代においてですね、どういうことが起きるかっていうと、もう本当にもう監視前提で生きるってことなんですよ。だから監視社会で生き残るためには監視前提で生きる。でその監視されてる前提で生きた時、そしてその自分の生き方、自分の行動っていうものがですね、例えば社会的信用とかに、今後つながっていく可能性が高いと言われてますよね。例えば、インターネット上の、レスポンスが早い人は、収入が高い可能性があるんで、その分信用力があるから、たくさんお金が借りれるとかですね、まあ、実際そういうことが常に行われているという話もあります。実際そういうふうになっているということを考えるとですね、もう監視社会から、逃れることはできないと。だったらもう監視されているのを前提で動いていくということですね。監視されているのを前提で自分がどうやって有利に生きていけるのかということを考える。だから今言ったみたいに列を早くするとかもそうだし、定期的にですねきちんと何かを発信しているというのも俺は信用につながると思うんですね。やっぱこの人はきちっとした生活習慣ができている人だというふうになるだろうし、っていう意味でですね、まあもちろん収入、ちゃんとお金を使って、ね、借りたら返すとか、これだけの買い物をしているとか、っていうのも含めてですね、まあ、いろんなことで、見られてる部分が強いんじゃないかなというふうに思いますんで、まあ、本当に監視されてる前提で、まあ、自分自身を、まあ、どういう人生にするのか、まあ、だから、まあ、俺が再三言ってるようにですね、人生のコンテンツ化っていうことだと思うんですよ。だからこの監視社会において、そして、これから来る、まあ、こういうなんていうのかな、メタバースじゃないけど、そのバーチャル空間が、メインになってくるような世の中においてですね、自分のコンテンツ化、自分が面白い人生にする上でのコンテンツ化っていうのを、この監視社会前提で生きていくってことが非常に重要なんじゃないかなというふうに思います。なので無意味にね、自分の情報に関して、敏感になんか反応しないでですね、もうそこから逃れられないと。もう本当に気持ちはわかりますよ。気持ちはわかるんだけども、逃れられないっていう前提で生きていくってことが、まあ、非常に重要なんじゃないかなというふうに思います。その上でどうやって、自分のね人生をコンテンツ化していくのか、まあ、これが今自分でできるわけですから、これすごいことですよ。自分がどん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 書き込んでいって発信していけば、その人生になっていくわけです。俺がインスタが出てきた時すげえなと思ったのはそれなんですね。それなんでかっていうと、まあ、本当にその写真を撮りに行きたいがためにそこに行くとか、その料理の写真を上げたいがためにそのレストランに行くとかですね、インスタ主体で人生がどんどん変わっていくっていうことが起きたんで、俺インスタがすごいなというふうに思ったんですね。なので、まあ、そういった意味でですね、発信前提の生き方っていうのを、まあ、監視社会においてはよりやっていく必要があるんじゃないかなというふうに思います。なので、まあ、ひたすらね、俺が唱えている人生をコンテンツ化しようというのは、メッセージとして、ずっと伝え続けていきたいなと思っております。ということでまた次回お会いしましょう。